いね。こんな時代に生きなもんだ。社長室に来てください。社長さんは東京からお見えになってお話があるそうですから。社長は、ええ、あ、すぐ行く。はい。何ならだ、器用不器用は、その人の生まれつきで、こいつで仕方がないよ。いくら一人で仕事がのどいからって大きな家に絶望することはないと思うな。産休競争には弱くても供給には強いという例がいくらだってあるじゃない。うさぎと亀の話だって、あれは君、単なるバカバカしいおとぎ話じゃないぜ。クイズしないで頑張るんだな、え、ノラ。あ、そうか。萩原さん、俺がノラさんと言っちゃいかんな。じゃあ、私が今日やってきたのは、諸君にお願いがあって、それをお頼みしようと思ってやってきた。いや、お頼みできぬかどうかを伺いに来たという方が本当だろう。実は昨日の朝、皆も知っている、藤原少佐からお呼び出しを受けて、海軍省へ出頭したんだ。そこで藤原少佐からご相談を受けた。それは藤原さんの社長へのお話なら、うちの製品の生産増加でしょう。それ以外に話のあるわけはありませんからね。それくらいのことなら、何もこうして社長が御用地をわざわざここまでおいでくださらなくても、工場長にお電話で向かわされます。一体藤原さんのご要求はどのくらいなんですか？2割ですか、3割ですか？一期納入台数合格代のみ、今までの10割増加。え、10割ですって？そりゃ無理だよ。それはできません。10割、それは無理です。聞いてない。社長。社長はそれで
そのまま引き受けてこられたのですか。いくらわしが長い間病気をしてここに来られなかったからといっても、この工場の能力に対してはそんな誤算はせんつもりだ。だからわしは藤原さんにそれをいろいろと陳述してみた。藤原さんは黙ってわしの言うことを聞いていたが、わしの長話が終わるとそれには何の受け答えもせず、ただ一言、海軍はそれだけのものがいるんですと言われた。わしはいささか唖然として藤原翔さんを見た。藤原翔さんはわしの顔を見ている。現場の者と相談してみねばなりませんが、私としてはぜひご期待に沿いたいと思います。いつの間にかわしはこう言っていた。わしはあの時どうかしていたのかもしれない。ただ作ってあげたい、作りたい、それしか頭になかったらしい。申し上げ、取るべき責任は社長。何もそう早く決めてかかることがありますまい。ともかく、一応はやるだけのことを一つやってみては。そうね、できないまでも一応は努力してみてからでもね。まあそうだね。いや、そんないい加減なことはやめた方がいい。え、いい加減のこと。いい加減なことですよ。一応努力してみようなんて、そんな名の悪いことで済むことってことは違うん。弁当箱を作るのとは話が違うんですよ。ものは兵器です。海軍省対昭和世紀の責任関係はもっと峻厳であるべきはずだ。僕はやっぱり今社長がやった通り、この際メンツなんか捨てて、社長が正直に海軍省に対して謝る。大川君、社長、門限をお許しください。私は社長が引き受けられた気持ちがわからないんではないんです。しかし実際問題を考えてみますと、今はやっぱり簡単に引き受けられた社長の誤りを取り上げないわけにいかないと思うんです。君もわしが欲に絡んで何でもかんでも仕事を引き受ける人間に見えるというのか。社長、私はこの昭和世紀に入社してから7年になります。社長が今してられる大盤を私の入社以来変わらぬ一丁羅であることも知っています。責められるということは金に対する欲とばかりは限りません。気の弱いということも、ついいい子になりたいということも、現実の能力を忘れて引き受けた場合、金欲に劣る悪徳になると思うんです。とにかく僕の見た範囲では、うちの工場の生産高は現在のところ精一杯だと思う。これが2割とか3割でしたら話は変わる。いや、あれじゃあ足になりません。専門家の藤原さんがうちの能力は知らないはずはないのに、この注文は何か無謀な感じさえ受けるんです。とにかくこれはお断りしても別に社長の恥にはならんと思うんです。いや、よくわかった。君の意見通りにしよう。社長、僕はこれは引き受けてもいいと思います。ということは、無論それだけのものはうちの工場でも作れるということです。目原、おかしいね。現在がこの工場のギリギリだってことを一番よく知ってる君がそんなこと言い出せない。どこに道を求める。まず不合格品の絶も期します。できたとして2割3割という数字は絶対に望めないね。夜業をやります。今でもやってるよ。しかし毎晩やってるわけじゃありません。毎晩そんなことを公園が黙っていると思うのか。今でさえブーブー言う連中がいっぱいいるんだ。分かってます。でも作らねばならん以上は。作るのはこの工場3000の公員の頭と手だ。しかもそれがみんながみんな君のように国家の要請に応えてピンと立つ人間ばかりがいるんだろう。それは文句はないさ。玉もいれば河原もいるんだ。そういう雑然たる集合が工場の現実なんだ。
しかも人間は機械じゃないんだよ。もちろんです。だからこそそこに道があるんだと思います。機械はその性能通りに、いわゆる機械的に動くだけです。人間は標準のマイナスの仕事もする代わりにプラスの仕事もできるんです。機械が持っていない威力というものを人間は持ってるんです。じゃあその機械はどうだ。僕の見たところでは現在の運転回数がほぼその頂上だと思う。毎日の運転をこの倍にしたところで、そのあるものには必ず狂いが来ると思う。ことに第6号はどうだ。いや、あれはいかんや。マミア、あいつは危ないぞ。しかも可燃性のものを取り扱ってるだけに、不慮のことが起こらんとは保証できないじゃないか。万が一、もし万が一にもそんなことが起こったとしたら、当然その周囲にある行為の被害ということも予想しなきゃな。な、そうなりゃ増産どころか帰って。大川さん、あの機械は僕が受け持ってるんです。ご心配のないようにします。なあ、今日の君のものの言い方は、なんか意地になったものの言い方のように僕には感じるんだ。そう感じるのはあなたの自由です。ただ僕は今、藤原さんはこの工場の能力をよく知っておられる方です。その藤原さんがこの注文を出されたんです。これは本当に海軍がこの数量を必要とするからなんです。そしてそれは何か打開の道があるんだぞと暗示せられているということに他なりません。そんなら僕らは作らねばなりません。何がどうあろうと作らねばならないんです。それしか自分の頭にありません。そんな、おい、現実の正確な見通しのに立った計算なしの一人よがりの興奮や決心さえやれてものをやるのは一番危険なことなんだぞ。しつこいようだが、もしあの第6号の機械が可燃性のために…いや、責任は僕が取ります。立派に。それを言うんだ。君は責任を持ってどうなる。腹を切って機械を元に戻るか。アメリカは工作機械の全面的禁輸を断行したんだね。どうする。どっから代わりに持ってくる。決心だけじゃあの機械は生まれないぜ。まあ、僕にはしてみると、君のその問いがありは、要するに藤原さんの心中をもっての青年らしい感激と、欲を押して出てこられたこの社長の痛ましい姿を見ての感傷から出たものに過ぎん。そんな手薄な精神でこの苛烈な要求には応えられないぜ。僕はやります。どうしてもやり遂げてみせます。うん、そうか。社長、私の意見はこれだけにしましょう。宮原君の考えも大川君の意見も違いはあっても、この竹下を思ってくださることに何の変わりもない。嬉しく聞きました。工場長、どうしたもんじゃろ。はどうです。皆さん、お引き受けしよう。え、引き受けるんですか。そりゃ無理ですよ。大丈夫ですか、所長。仕方がない、ね、やるさ、やろう。皆さん、お願いする。社長、仕方なかったんだ。いや、私のことじゃないですよ。10割増産やりましょうよ。引き受けたうちはとにかくとことんまでやってみましょう。うん、しかし、いや、宮原も知ってるところがあるんでしょう。
私が金融役者になれば結構なんですな。あ、飯だ飯だ。ご住所、参りましょう。あ、そう。ありませんよ。龍町ですよ。
なんだ。ひげるさん食べてくださらなかったの？忘れた。あいつに渡すの忘れちゃった。試してくれ。ひどいわ。何言ってんだ、忙しいんだ。兄さんだけ食べたのね。しげるさん今頃お腹すかしてるわ。いやいや、どっかで食べてる。まあ。あ、藤原少佐です。そうです、お願いします。急報でね。社長、どうですか？ありがとう。今眠ったらだいぶ気分が良くなった。それに何よりも工場で引き受けてくれたことが肩の重りを下ろしてくれたよ。お父さんは宮原さんにお礼を申し上げなければいけませんわ。そう、宮原君、いろいろとありがとう。いや、とんでもないこと。先刻大川君が言ったことで一つ気にかかってることがあるんだがね。ああ、何です？第6号の機械に対する大川君の失敗は何か根拠があるのかね。私は大丈夫だと思っております。多少注意を要する点もないわけではございませんが、それはそれで私なりの対策も考えておりますので。そうか。何しろあれは古いからね。それに元来が他のものを製造するために変えた機械を改造して今のお役に立てているんだからね。まあある箇所に多少無理もあるわけだろう。しかし宮原君、今朝大川君に米国の工作機械禁輸を言われた時はさすがに胸を刺されたよ。禁輸を食って困るような事態に立ち出したのは我々資本家に一般の責任があるんだからね。日本で作るより輸入した方が安くていいものが手に入る、この観念だよ、ね。まあ我々の仲間にもっと達眼の師がいたら金はかかろうとも日本製品に努力を研究しその改良に奮闘を続けたことだって。結局安木について利を追う心がこの状態に陥れた。はい。あ、ありがとう。お父様、看護師が出ました。ああ、藤原少佐です。え、もしもし。ああ、そうですか。ああ、それは結構でした。ではこっちもおそろけさんでいきますから、くれぐれもお手違いのないように願います。ではごめんください。運流部の栗山田さんのほうに行ってくる。は、お藤原君、なんか用？あ、ただいま昭和兵器から電話が参りまして、当本の申し込みを承諾してまいりました。昭和兵器は確か X62 兵器の Z 部の製作を委嘱した会社でしたね。あ、そうであります。で、実はあの兵器は実験の結果、かなか優秀な成果を収めましたので、大量製作の伝達が参りました。もちろんこの際でありますから、できるだけ多く、できるだけ早くという注文であります。で、実は私は現在生産高の10割増加を申し入れたのであります。10割？はい。できますか？はい。でかしてもらわなければ困る現状であると思います。しかし相手は軍人ではないのだからな。あ、しかし今は軍人事業の差別を言っておれない時だと思います。ただお互いに口を出して言えないだけでありまして、社長には私の気持ちが十分に通じたものと思います。ただ心配は工場にあったのでありますが、それをあの工場は引き受けたというのであります。そう、それはありがたいことだね。そうであります。現在の国の情勢に本当に目覚めない工員たちを特例してやっていかなければならない首脳部の不信は並大抵ではないと思います。彼らが目覚める時まで待っておっては遅すぎると思います。そうだね。見たまえ。
これがガソリンが一滴も入らなくなった時の我が国のガソリン貯蔵量。ほ、ほら、毎日どんどんなくなってるんだ。とにかく入る道はないんだからね。ほ、この表を毎日眺めてると私はもういても立ってもいられん気持ちになるんだ。このことを考えるともう夜もおちおち眠れんのだ。この事実一つでも国民に知らせてやったら国民も奮起するんだろうが、発表できることだからやむをえん。ともかく今は何と言われようとも心を鬼にしてただただ作ってもらうよりしょうがないんだ。街まで行ってな、綺麗なところをずらりと並べてさ、俺の時の三枚節を聞かせてさ、おめえ、ねえちゃいと、いい喉ねえ、バミンさん。おう、おいおい、おめえあいつらなんだってな、名前を全部呼ばねえんだってな、おい。すると、俺は、ばあさん。ばあさんはいけねえよ。なあ、おい。とにかくお前その暇がねえってんだから、ベラボーの話よ。だからこんな汚ねえ飲み屋でもとにかくお前一杯引っ掛けてさ。マミさん、好きなことを言うんだね。汚ねえうち動機に悪かったね。なんなら来てもらわなくたっていいんだよ。あじゃめ、またしくじっちゃった。だーきついことを言いなさんなよ。なあおい、たっちゃん、とっちゃん、飲みつぶれてるってのはよく見かけるが、まあこいつみたいに食いつぶれてるってのは珍しいよ。あら、まあ、つぶれんのも無理やね、よく食いやがったね。仕方がねえ、人それぞれ得手がある。俺は飲むのが得手、立つ子は食うのが得手と、うちの班長は俺にちょろりと騙されるのが得手。何が得てたって俺の、マミさん。え、何やっておめえ。マミさん、見つかったね。マミさん。はい。マミさん。はいはい。なんだよ、マミさんは飲む手ばかりじゃなくてごまかすのも手なんだな。いえいえ、あの、なんですよ、その、このね、両町っていうやつはね、このいただきますとね、痛みがなくなりますんですよ。おー、これ飲むと治るの？そうなんです。おじいちゃん、じゃあ飲もう、飲もう、飲もう、飲もう。でも私帰りますよ。帰ります。どうして？いや、どうしてって交番やぎようですから。いや、やぎようなんだ。いいよ、いいよ。え、今いいから飲もう、飲もう。そうですから。でも、え、なんだよ、その目をパチ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 、歯と豆でポクって。今いいから飲もう、飲もう。おかみさん、一歩くれ。はい、どうぞ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 。そうね。あー、やっぱり
木原、この機械の悪いとこは第三ブルームの近所だな。そんなに一点かって直りゃしないぞ。どうだい、国産品使ってみないか。君だけの腕があればこんなプロボケたアメリカ品使うよりはよっぽどいいものができると思うんだがな。ダメだと思います。結局国産品なんてどんな古いアメリカの機械にだってかないませんよ。おお、しかしな、こんなの使ったんじゃやっぱりプロだよ。岡田、僕は人にかばわれたりやたらな親切を受けるのは嫌いなんです。できねえ系統ですよ。おお、大人物になったな。大人物だね。最高だか、もりゃ話せるとこか、国のためなら死ぬ時をだ。班長さん、ほらもう行けないかと思ったよ。どうしたんですあんた。ああ、頭痛くてしょうがないね。君はなんてもないか。いや、あの今飲んだ酒な、あれメチルって言うんじゃないかな。メチル、なんでそのメチルってのは。いや、新聞に出てたろ、飲むとすぐやられるアルコールなんだよ。このね、目が飛び出してまって、こくるっといっちまうんだよ。くるりといく。そんな時は何ですか。あるお前さん、頭痛いだろ。痛いよ。お、痛いさ。痛いや。痛いだろ。それならと痛いや。あろ、ほら、また始まった。班長さん、班長さん。あのね、あの早く帰って、ね、下剤かけようね。下剤、また助かるから。あ、そうですか。命に破壊られねえから。もうな、先はやめようぜ。はい、先生、こういうこと。しっかりしてくださいよ、班長さん。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか、班長さん。これいたら、ほら。これ。気づいか。気づいかけて。ね、消えるか。はい、お小遣い。お前
いい匂いだろ。いい匂いだね。いい匂いだね。ね、これはね、香水って言うんだよ。ねえ、今井さん、あんたは何の意向があって私の店へケチをつけるんですよ。ケチなんかつけやしないよ。それじゃ何のために私の店でもってね、メチルの酒を振るなんて言いふらしたんですよ。はばかりながら高松はね、こっちの方が干上がってもね、そんな人殺しのお酒なんか売りませんよ。言いがかりもことと左に売り切れた。あんたは私を人殺しだって言うんですか。しげる君、あ、いつ出てきたんだ。昨日です。会社の用事で。あ、どうだ、うまくいってるか。管制本部じゃ君非常に期待しているようだが。どうしたんだ。さあさあかけなさい。どうした、元気じゃないな。亡くなった宮原大佐、いつも言うことだが実に毅然たる方だったよ。教官としてわしらが枝島で御訓導を受けていた頃、わしは教官がしょげた顔、いや沈んだ顔さえ一度だって見たことはなかった。困難に陥れば陥るほど、むしろ教官の顔にははつらつたる正気があふれてきたもんだ。君は宮原大佐のたった一人の男の子と生まれてきたんじゃないか。そんな泣き面をするやつがあるか。賄賂はどこだ。はい、婚姻たちか。おじさん、おじさんでいい。なんだ。お恥ずかしいことながら、まだまだその前で足踏みしてるんです。工作機械さえ十分じゃないんです。部分品一つ手に入れるのさえなかなか困難で。そうか、輸入品のみに頼っていたからな。どうだ、一つ日本製品を使ってみないか。大川君からもそう言ってきてるんだよ。あ、管制本部の藤原翔さんに軍令部の栗山の席までご足労願うと言ってくれ。しげる君、はもちろん日本製品ってやつは金融を送ってから急いで作り出したもんだから、輸入品にはまだ劣るところがあるだろうが、藤原翔さんの話だと扱う技師次第では相当いけるんじゃないかと言ってたよ。は、紹介状もらってあげるから、その製作所行ってみないか。は、行きます。そうか。は、はい。先日な、大川先生からご書面をいただいてな。は、君とご令嬢の幸恵さんと言ったかな。俺は売借人を頼まれてな、公営の遺体とお受けしておいた。え、式はいつ頃になるんだ。いや、僕はまだそんな、そんな。あ、どうもわざわざお呼び立てしてすまん。あの、ちょっとね。いや、何が何でも三郎は今日限りこの工場を辞めさせてもらいます。いきなりそうおっしゃられても、今工場では一人の手の欲しい。そんな、そんなことおらんの知ったことか。手の足りねえのは百姓も同じだ。ただこちらの工場、海軍さんの爆弾とかなんとかは作るんで、兵隊に行くのも同じだ。お国のためにはこんなやつでもなくちゃならねえなんて聞かされたもんだから、わしは弟を出しましただ。帰ってくるたんびに生意気なことを言っても、ああ、そうか、まあいい、一生懸命やるんだぜっていつも腹の虫を抑えては、お国のためだ、お国のためだって我慢してきましただ。ところがおめえさん、これは一体何でやんす。え、こんな150円もしたというべらぼうな洋服を着て。ふん、ああ、この匂い、匂ってみてくだっせ。どうでやんす。え、こんな胸クソの悪い匂いをプンプンさせながら、ガキのくせにババア子供に手土産代わりだと言って10円札を紙くずみてえにバラバラ巻き上がる。そして抜かすことが生意気に、兄さんよりも金持ちだ。これで一体百姓の家が保てると思いなさるか。え、土台こんな17、18の子供にいくら儲かるからと言って大層もない金を渡すもんがどうかしてる。分別のねえ子供に大金持たしてろくなことになるわけはねえ。もんでもオラにとっちゃ大切な弟でやんす。どうにもならねえ不良にされてたまるもんか。貧乏でもおいら立派な百姓でやんす。百姓だってお国には尽くせる。三郎にはもう今日限りここを辞めさせてもらいます。すいません、お預かりをした私の不徳からできました。
何ともお詫びの申し上げようございます。ご承知の通り、お国は今シナで戦っております。で、戦うのにはここの工場で作るものがいるんです。まあ、ご承知とは思いますけれども、シナの後ろにはイギリスとアメリカがついていて、そしてこれをけしかけているんです。で、この頃では日本に対しても喧嘩腰です。例えばですね、通商条約の破棄だとか、資金凍結だとか、で、今までの取引も金の融通も全部やめてですよ、日本をどうかして困らせてやろう、そしてシナに勝たせよう、そればかりじゃありませんよ。 ABCD という日本をこう取り囲んでですね、そしてじり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 押してくる。で、このままでいってごらんなさい、日本は今に仕上がっちまう。何くそ、日本は強いんだぞと、そんな舐めたことをするてと今にひどい目に遭わすぞと脅かすのにはですね、戦争に使う道具をたくさん作らなきゃならない。パッパッと線香花火のようじゃ後が続かないんです。実はですね、今度海軍さんの方から今までの倍作れというご加盟をいただいた。ところがですね、現在この工場の設備では到底それはできないそうだ。しかしですよ、お国がこれだけのものが必要だと、これだけのものを作らなければイギリスやアメリカにバカにされるぞと、そういうことになら我々はどうしても作らなきゃならないでしょ。徹夜をしようが飯を食う時間を省こうが、そんなこと言っちゃいらんない。で、もし間に合わない時には社長をはじめ首脳部の人たち、これ腹切っても申し訳がないんです。そういう時に三郎君一人でも減られるということは実際私たちとしては辛いんです。賃金を余計払った会社が悪いんじゃないんです。一生懸命に働いてくれたから余計賃金を払った。子供だからです、その使い道が分からなかった。これは私ね、もっともだと思うんです。ただいい年をした私どもがついていて、それがどうして監督ができなかったか、罪は私にあるんです。どうか三郎君をもう少しここを置いてください。で、私からです、三郎君にはよく心を入れ替えるように話をいたします。兄さん、どうぞ一つ私に免じてお許しを願いたい。このバカだね、め、すいません。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。すいません。田村君にも迷惑をかけると思ってた。どうしても向こうでじっと寝ていることができなくてね。同じ寝ているんなら機械の動く音の聞こえるそばにいたくてね。ご無理もございません。海山田君も東京では何か収穫があったかね。あ、いろいろ。うん、まあ後でゆっくり控えてもらう。時に工場の能率はどうかね。本当のことを言ってくれたまえよ。あ、実は社長、現在までのところ意外なほど順調にいっておりますね。案ずりより運が安いとはなかなか現実的な格言ですよ。あ、私仕事の時間ですから、これで。お嬢様、私今読書取りに行ってました。あ、お嬢さん、カナダへ行きましょう。あのお嬢様、私が行ってまいりますから。いや、これから指示のことですから、院の場所も覚えときたいと思いまして。じゃあ、宮田君、君に行かずにご案内します。
かねえ倒れちゃったんだってよ。聞こえからに何かあの誰が喧嘩してて気がつかなかったって話を聞いたな。なんだこの頃あの二人はやたらに仲悪かったからね。いやみんな働きすぎさ。ああ人も不良しすぎてるからな。そうだよ。二人とも命に別状はありません。ただあなたの兄さんの火傷もだいぶひどいが、三原さんの方は大したことはありません。兄さんは三原さんをかばって自分の体で追いかぶさって火を防いでいますね。そのためにこの辺がちょっとひどいんですが、まあ大したことはないでしょう。どうもありがとうございました。ご心配でしょ。東京一枚。あ、先生、東京お出かけなんですか。うん。何か工場の方に事故があったんですか。どんな具合ですか。そうらしい。ゆきえさん。はい。ゆきえさん。はい。お兄さんはね、僕をかばって僕の体に覆いかぶさってね。どうして。だってちっともお家へ帰ってこないんだもん。お父さんはね、お役所がとても忙しいんだよ。役所、うん、何もお仕事があるの。あ、ありますよ。さあ、おいで。よっこいしょ。あった。お父ちゃん、変だなぁ。のぶりちゃんとこのおじいちゃんもお役所行ってんだけど、おじいちゃんは晩になるとちゃんと入ってくるよ。まるで遊び好きの父親がやられてる場面だな。私行きましょう。まあよくいらっしゃいました。あなた大川先生のお見えですよ。あ、大川先生。さあどうぞ。では。ああ、これは珍しい。では。ちょうど今帰ったところです。ああ、さあどうぞどうぞ。腰の用意ですよ。はい。さあ先生、一向白米行きませんな。さあ、そういえば少しお顔色がすぐれんようだが、お体の加減でも。いや、そんなことは。実は栗山さん、今夜わしはあんたに話があってきたのじゃが。あ、受けたまわりましょう。お話とおっしゃいますと。話というよりは質問があるのです。質問。坊や、もうおねんねするんですよ。ねえ、あとこのべてちょうだい。ここは私がやるから。はい。奥さん、お客様どなたなんですの。旦那様は中学上がってらした時の先生だったお方よ。そうですか。じゃあここお願いします。あのおっちゃんに。しかし先生、それは
海軍がその注文を出したということとは別問題だというのか。そこだ、わしが腹が立ってたまらんのは。第一、あの一見して無理な注文は何のために出した。それはもちろん海軍がどうしてもそれだけの量を確保しなければならなかったからでしょう。何のためだ。はあ、広告を泰山の屋敷に守り、あたする者あらばこれを一挙に撃滅せんがためと存じます。よろしい。果たしてそれならばわしらは何事もこらえよう。設備人員あらゆる面から見て不可能と思われる数量の生産命令も無理と思わずに必死に働こう。人命や家庭などの個人的犠牲は平然と乗り越えよう。ただこの国民の物心を捧げた海軍はどうだ。広告を泰山の屋敷に守る任務を果たしておるか。傲慢アメリカとの外交交渉を見たまえ。我が国の武力蔑視があの米の強腰を生じさせているんだ。 ABCD の包囲陣、不沈戦艦プリンス・オブ・ウェールズの東洋開港、彼らは傘にかかって日本の喉を締め上げにかかっておる。国民はその自由を皮膚にすでに感じておる。君らにはそれがわからないのか。ん、誰も彼も鬱陶しい顔をしておるじゃないか。これは誰の責任だ。五郎さんの比率がそれほど怖いか。先生、少しお言葉が過ぎるように思いますが。そんなら答えたまえ。海軍は何をしておる。過酷な犠牲を国民に要求して海軍は何をしておる。言いたまえ。沈黙の海軍か、沈黙は勇気の象徴か、それとも。先生、よし、無礼なら俺を殴れ。切ってもよろしい。その代わり海軍のその沈黙を永遠の沈黙にするなよ。ああ、昔の海軍には豪傑が揃っとったの。中牟田蔵之助、樺山祐典、二礼景則、赤松範義。彼らにしてもし今生きとったならば、この情勢になすところなくして手をこまねいてはいまい。ああ、世相も変わったが海軍も変わったの。いや、えらい失礼をした。わしはこれで帰らしたのだ。先生、これからどちらへ。この通り狭いうちですが、今晩はどうぞごゆっくり。海軍が何をしておるか、わしのこの問いに答えてもらえる日にまた厄介になりに行きましょう。じゃあごめん。かわいそう。それはどういうんだ。あのほど苦労なさってらっしゃるのに、あんなことまでおっしゃられて。苦労？苦労なんかじゃないよ。いいえ、存じております。この頃たまにうちをお帰りになっても、ほとんど夜中お休みになってらっしゃいません。それほど心を砕いてらっしゃいますのに。
墜落か。何しろ名通り凄まじい訓練ぶりですから。しかしこれで X62 兵器の優秀さが再び立証されました。どうやらプリンス・オブ・ウェルスに飛びかかる自信がつかれました。アメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。繰り返します。帝国陸海軍は今8日未明西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。今朝大本営陸海軍部からこのように発表されました。なお本日は続いて重大発表があると存じますから、どうぞそのままラジオのスイッチをお切りにならぬようお願いします。帰って酒なんか食らってられるかい。ほらほら、ここへ帰るんだ。
がとう。じゃあやります。より鉄鋼を釣られたりハワイ空襲において現在までに判明する戦果次のごとし、戦艦2隻撃沈、戦艦4隻大破、大型巡洋艦約4隻大破、以上確実。他に敵飛行機多数を撃墜撃破せり、我が飛行機の損害は軽微なり。2、我が潜水艦はホノルル沖において航空母艦1隻を撃沈せる者のごときも未だ確実ならず。3、本8日早朝グアム島空襲において軍艦船員を撃沈せり。1、本日敵国商船を捕獲せる者9隻。5、本日全作戦において我が艦艇に損害なし。午後8時45分大本営海軍部からこのように輝かしい大戦果が発表されました。電報を読みます。マナイ方面空襲部隊指揮官よりエパルス14時20分降鎮、プリンス・オブ・ウェルス火災を起こしたる後爆発、14時50分沈没す。三台海軍航空部隊は今日正午前、マレー半島東端の沖合でイギリス戦艦レパルスを強襲、プリンス・オブ・ウェールズを撃沈させました。大本営海軍部10日午後4時5分発表、本日午前11時半帝国海軍航空部隊はイギリス極東艦隊主力をマレー半島の東端ワンタン沖に作戦し、
これに対し気を一せず勇猛果敢なる攻撃を加え、午後2時29分戦艦デパルスは瞬間にして合沈。ついで最新式戦艦プリンス・オブ・ウェールズは命中弾のため左に傾斜損傷中。午後2時50分さらに多数の命中弾を受け大爆発を起こし、ついに沈没。イギリス極東艦隊の主力はここに海戦隊反撃にして全滅せ。やりましたね。ねえ先生、僕も退院していいでしょう。いや、まだ行きません。当人の僕がいいと言ってるんじゃありませんか。自分の体の感じくらい自分で分かりますよ。理屈を言っちゃいけませんね、お母さん。ね、もうしばらくです。辛抱してください。じっとしてられますか、こんな時に。こんなところに寝ちゃいられません。何を怒ってるんですか。いや、また無理を言われてますよ。働きたい気持ちはよくわかるんですよね。実際まだまだ無理ですよ。じゃあお大事に。お母さん、工場の方は安心してください。10割増産にこぎつける検討がつきましたよ。そうか、ひげ君、喜んで僕の負けだな。いや、負けといや僕の負けですよ。あなたの注意した通り事故を起こしました。あなたのしつこいほどの注意があったからこそあれだけで済んだんです。しかしね、僕があれほど不可能だと言ったことが可能になったんだからな。いや、それは僕ら自身の功績じゃありませんよ。12月8日が一切の障害を吹き飛ばしてしまったからですよ。僕らは日本人だな、茂君。この意識がこんな凄まじい働きをするもんだとは実際思うこともできなかった。ご大将を愛してみんなの心にパッとついた見た目我れの意識、この意識がこんな奇跡を楽々と生むんだな。そうです。私はこの頃毎日生産されてくるものを見て実際恐ろしいような感動を受けるんです。これでもし本当に僕たちの作ってるものが実際に鉄管にぶつかってるとしたら20割だって不可能じゃない気がしてきましたよ。栗原さん、お見えになるのよ。ん？何？何か恋の方にお話があるんですって。どうか。そして、痛い、痛いじゃないか。そしてね、私と栗原さんのお式の人を寄せるんですって。ああ、そうか。はい、栗原、本当か。あ、女の子。兄さん、さ、宮原さんも大嫌いだ。ごめんなさい。私は軍令部の栗山大佐であります。本日は軍令部総長の命によりまして海軍を代表いたしまして皆様に一言ご挨拶、いやお礼を申し上げに参りました。ご存知のごとく去る8日には他諸国も米英両国に対して宣戦の対象が刊発せられ、我が日本はここに世界の二大強国に対して大鉄槌を下すに至ったのであります。しかも皇軍のひとたび立つや疾風甚大、ハワイ海戦において米太平洋艦隊を撃滅し、去る10日にはマレー沖においてイギリスが世界無比の精鋭を誇る自他ともに不沈艦と許せるプリンス・オブ・ウェールズと海賊艦デパルスを撃沈し、英国東洋艦隊を撃滅いたしました。誠に戦死空前の大戦果であります。
てこの戦火の寄ってきたるところ、彼ら米英が世界に誇るその防御装甲ことにプリンス・オブ・ウェールスにおきましては、ハーウェイ高40センチの堅牢なる自他ともに不沈艦と誇ったその装甲を見事打ち破った者は、皆さんはその手にお作りになった X62 と称せられる魚雷だったのであります。よく作ってくださいました。真珠湾にマレー沖に世界の樹木を衝動せしめたこの62の生命は、皆さんがお作りになった Z 部の次元機にあったのであります。帰りにすれば、海軍はこの数ヶ月皆さんに対して工場の能力を無視せるごとき無慈悲、いな残酷とも思われる要求を無理強いに強いてまいりました。正直に言って、まさか戦争は起こるまいと思っておられた方々は、この海軍の横車をあるいは恨んだこともございましょう。人に過大な要求を強いて平然たる海軍に腹を立てられたこともございましょう。海軍は黙っておりました。しかし皆さんにこの仕事を課長にし、手をつかねていたわけではございません。この X62 の一例のみを取り上げましても、この魚雷発射の訓練が航空隊によって日ごと夜ごとに、まさに鬼人もその表を背けしむる程の激しさで行われていたのであります。それら演習の激しさは、演習のみに生じた事故回数がこれを歴然と物語っております。この魚雷の訓練に幾人かの尊き犠牲が生じたのであります。しかしこれは当然のことであります。我々は兵はお召しを受け軍人となりました。その日から命はただ大きみに捧げ祭りし者のみであります。いかなることもことあげせず、ただなすのみであります。仮に今回皆様はこの兵の覚悟と心構えに負けず、工作機械の不足は労働時間の延長で補い、延長から当然生じるところの肉体の疲労は精神力を振るってこれを克服し、この工場の能力としては奇跡とさえ思われる数量を作り上げてくださいました。実に感謝の言葉もないことであります。しかしながら、この朝鮮の戦果はやっと敵と対等に戦えるようになったということにすぎません。戦いはこれからますます苛烈の度を加えるでしょう。そして兵器はますますその質と量とも要求されるでしょう。第一の峠を見事乗り切った皆様は、どうか第二第三の峠も征服してください。皆さんの作った兵器は我々は決して粗末には使いません。前線の兵は爆弾魚雷を飛行機に積み込むときに、その爆弾魚雷を撫でたりさすったり、あるいは頬ずりをして当たってくれよ、当たるんだとさながら生ける者に対するがごとくに言って送り出すのです。あなた方の手でできた兵器は、前線の将兵の手を離れた時から、打ち出された時から、その魚雷自身あなた方なのです。あなた方が敵艦にぶつかっていくのです。あなた方がプリンス・オブ・ウェールスを撃沈したのです。いかに世界無比の我が将兵としても素手では戦っていけんのです。あなた方の必死の努力なしには大戦果は上がらんのです。世界に響けと軍艦マーチはやれんのです。もしもあなた方に1日の、いや1時間の、いや1分の怠りがあるならば、我が重要なる将兵は南に北に東に西に幾万となく傷つき倒れていくのです。
すいません。ご努力を次々とお願いするでありましょう。作戦の陰には必ず皆様方の力がなければならないのだということをよく知っていただいて、あらゆる愛路を打破開通して敵米英を劇場資産の日までご奮闘くださることを切に切にお願い申し上げます。申すも恐れを聞きわみながら、マレー沖海戦の大戦果については賢きあたりより誘惑なるお言葉を賜りました。軍令部総長はそれをあなた方にお知らせしてこいと言われたのであります。海軍はこの喜びを皆様と共にお分かちして、もって今日までの苦しみに変えていただきたいと願うものであります。ここに帝国海軍は昭和世紀三千の行員諸士の前に各両手をついて熱く熱くお礼を申し上げる次第であります。ありがとうございました。